私、昨年末、河野太郎デジタル大臣に訴えられております。現役、当時をですけれども、現役の大臣が一般人を民事の名誉毀損で訴えるのは史上初の珍事だそうであります。ですけれども、テレビ新聞はこれを一切報道しません。私は河野一族が所有する同族会社の日本大使がですね、中国国内で3つの子会社を現地に経営できている、これすなわち河野一族は中国共産党の言いなりであるということで、ブログを書きましたら訴えてきたんですけれども、日本大使という会社が存在して今も元気に中国で営業している、中国でですね、商売やろうとしたら中国共産党に逆らってはいません。中国共産党をどこでも批判すればアリババのジャック・マーように何ヶ月か行方不明になってですね、天使のような顔で帰ってくるのがオチであります。そういう事実から河野太郎一族は中共の犬と書いたら金よこせと訴えてまいりました。ですがテレビ新聞はこのことを一切報道しません。これこそが河野一族が中共の犬っていう証拠じゃないですか。テレビ新聞も中共の犬ですから同じ仲間同士かばってるんですよ。そんな河野太郎を大臣に長らく置いといたのはどこでしょうか。自民党ですよ。自民党が中国共産党の犬を長らく大臣に据えてたんですよ。そんな自民党もですね、高市総裁になってちょっと変わるかと思って期待してみたら、なんと党員票で3倍も差をつけられてる石破になってしまいました。石破総裁、岸田路線を踏襲すると宣言しておりましたけれども、岸田政権って人気なくて岸田総裁は出馬しなかったんですよね。そんな不人気路線をですね踏襲するってバカじゃないのかな。私は心底呆れました。不人気だった岸田路線を踏襲して人気が出ようはずもなく、石破政権は今後右肩下がりでずるずると人気を落としていくことだと思います。1955年の結党以来69年間実に憲法の一文字も変えられていないのが自民党ですよ。憲法を変えるために結党しましたって言って69年間、丸の一つも点の一つも変えられていない無能の集団が自民党ですよ。会見やりますやりますって言ってですね、我々から票を盗んで一切何もやらない詐欺政党が自民党ですよ。それとですね、世界中のどこの国もやってない外国人生活保護なんていうものを続けているのも自民党ですよ。外国で日本人が生活に困ったとして外国政府が保護してくれるでしょうか。くれないよ。くれないですよね。こんなことが世界に知れたらですね、世界中から働きたくない怠け者が日本に押し寄せてきちゃいますよ。こんなバカなこと何十年続けてんですか。 LGBT 法なんていうですね、そういう人たちに文句を言いにくい法律作っちゃったのも自民党ですよ。できた当時は
自称女ですっていうおっさんが風呂や女子トイレに忍び込む事件が多発しておりました。 LGBT の当事者の人たちはですね、迷惑しているそうであります。脚光が浴びてしまってですね、法律もできてしまって、なんか関わると面倒くさい人たちと思われて避けられてしまう、非常に迷惑で、こんなことを言っておりました。通名、今は2回ぐらいまでしか変えられなくなってしまいましたが、何十年も何十年も何回変えてもいいですよ。これを放置してたのが自民党ですよ。日本人差別、荒川区ではですね、26回も名前変えた韓国人がいたそうであります。何のためにコロコロ名前変えるんだ。これはですね、犯罪を犯したり借金取りから逃れるために、ある日突然田中から鈴木に、鈴木から斉藤に、こういうふうに悪用されてたそうであります。そんなことを放置していたのも自民党であります。皆さん、昨年の外国人実習生の失踪数、失踪、行方不明になった数ご存知でしょうか。9700人ですよ。9700人の実習生が逃げて行方不明になってるんですよ。これがそっくりそのままですね、不法滞在者となって地下に潜伏し、全国各地でせっせせっせと電線やら果物やら盆栽やら、果てはマンホールの蓋まで盗んでいるそうであります。昨日とうとう電柱にかかっている電線が盗まれるという事件が、千葉県で起こりました。漁港が真っ暗になってしまって作業ができなかったそうであります。通電している電線をどうやって感電せずに盗むのかよく分かりませんけれども、日本全国各地で使われている電線盗まれるようになっちゃったら、経済への打撃は大変なものとなります。大きい工場がですね、突然止まっちゃったら大打撃ですよね。不法滞在者を外国人実習制度でせっせせっせと増やし続けたのどうですか。自民党ですよね。アメリカ国務省から奴隷貿易はやめろと外国人実習制度を批判され、次は外国人育成就労制度に変えます、実習制度はやめますなんていうようなことを言っておりますけれども、名前を変えて数拡大するそうなんですよ。奴隷貿易をもっと拡大するそうなんですよ。ますます不法滞在者延べで現在25万人と考えられておりますけれども、25万人といえばですね、私が議員やってた豊島区の日本人の数とほぼ同じなんですよね。地下にこれだけの多くの外国人を潜伏させて恥じることなく、生活しているのは自民党議員ですよ。育成就労制度って何ですか。なんで日本人が外国人を育成しないといけないんですか。家族まで呼ぶな。実習制度もですね、日本の技術で外国人を育てて世界に貢献するっていう建前があったそうなんですけれども、なんで日本人の技術を世界の貢献に役立てないといけないんですか。育成するんだったらば日本人を育成しないとおかしいじゃないですか。どうして外国人を育成しないといけないんでしょうか。おかしいですよね。自民党がやってるのはこんなことなんですよ。どうして外国人実習生入れたいかと言いますと、皆様、経団連が毎月自民党に献金している額ご存知でしょうか。毎月毎月経団連は自民党に2億円献金しております。
年間24億円経団連が自民党に貢いでおります。そして経団連は自民党にこう囁きます。奴隷が欲しいんで外国人を輸入してください。自民党はですね、よっしゃよっしゃとまるで昭和のようなことをやってですね、じゃあ実習制度30年も続けましたね。批判が高まってくると育成就労制度名前変えますよね。今度全然変わってないじゃないですか。それはね、毎月2億円もらえたらその組織に逆らえないかもしれないんですけれども、安い外国人労働力入れたらですね、日本人の賃金いつまでたっても上がらないじゃないですか。農家の中にはですね、日本人募集しても来てくれないから、そりゃそうですよ、最低賃金で募集してもそんな農作業のようなきつい仕事来てくれるわけがありません。タクシー運転手も足りないなんて言っておりますけれども、タクシー運転手年収1000万円で募集したらすぐに埋まります。足りないのは人手ではありません、賃金です。皆さん、昨年の航空自衛隊のスクランブル発進の数ご存知でしょうか。ほとんどはですね、ロシア機と中国機に対して発進するものなんですけれども、昨年1年間で自衛隊はなんと669回スクランブル発進をしております。まるでですね、朝晩のおはようとお休みのごとく日本に接近してきているロシアと中国機、こんな舐められたことされてもですね、いかんしか言わないのどうですか。自民党ですよ。深センという町で10歳児が刺殺されましたけれども、それに対してもいかんってしか言わない自民党、全くですね、当てにならないというか信頼できないというか、議員たちは、自民党の議員たちは自分の息子や娘が刺し殺されないと目が覚めないんでしょうか。我々はですね、中国ロシアから舐められきっておりますよね。傷つけられたくない、命を奪われたくない、盗まれたくないというですね、人間が自然に持つ権利を自然権と言いますけれども、私は自然権の中にバカにされたくないという権利も加えるべきだと思っております。自民党は当てになりません、バカにされまっております。経済がいくら良くても、株価がいくら上がっても、食うに困らなくても、それだけで人は生きていけません。バカにされない他国から、尊厳を守ると、そういうことが一切できていない自民党、我々は食うだけで満足することはできません。それじゃ家畜と同じじゃないですか。家畜の安全というのは自由がなくて搾取されて安全を保障されておりますけれども、我々は家畜じゃないですよね。それとですね、皆さん実質税負担率というのをご存知でしょうか。今国保税という呼び名もだいぶ通ってきましたけれども、年金もですね、今は滞納すると普通に口座差し押さえ、財産差し押さえされる税金と化しております。いつの間にかそうなっておりました。つまり保険税、年金税、あとその他の税金合わせてもろもろ実質税金負担率今 47% ですよ。五公五民の重税にあえぐ日本人、そして税金の使い道はろくなことに使わないという、私なんかですね、血が出るまで
ミルクを吸われてる牛になった気分であります。年収1000万の人の手取り皆さんご存知ですか？独身者で扶養も子供もいない年収1000万円の人の手取りご存知でしょうか？私豊島区議員の時に経験しましたけれども、1000万の額面ですと手取りが680万円になります。月額でですね、60万円の額面の給料ですと手取り38万円になります。3分の1以上は持ってかれていた計算になります。1000万円より高い人はもっと持っていかれるでしょう。これだとですね、収入が高いと日本から出ていこうかな、でこう思っても不思議ではないと思います。今の若い方は大変であります。こんな重税に苦しみながら結婚しろ出産しろ子供を産んでくれ。私が20代の頃の実質税負担率は 35% 程度でありました。30年間で 12% 程度上がってる計算になります。大人がですね、若者からこんなにも搾取して結婚しろ出産しろ言えるでしょうか？無理です。無理ですよね。30年前の所得の中央値は約550万円でした。世帯所得ですけれども、それが今は440万円に下がっております。30年前よりも明らかに日本人は貧乏になっております。どこのせいですか？自民党ですよ。実質税負担率 47% のまま子供を産め産めって言ったって産みっこないですよ。そしてもっと負担が少なかった時代に子育てした我々に、今の若者に子供を産め産め言う資格はありません。我々にできることは自民党を何とかしてですね、あるいは叩き壊してですね、実質税負担率を下げ、若い人たちが希望を持てる日本にすることであります。それが我々令和のおっさんと宿主たちの、使命であります。30年後に令和のおっさんたちは何をやすんだ。小山後に後ろ指をさせないように、今後も我々は良くないことは良くないと、自民党死ねと、声を上げ続けていかなくてはなりません。皆様もよろしくお願いします。はい、日本開発党の楠田さんでした。ありがとうございました。今そういうお話、具体的な話、本当にその通りです。それと先ほど言ったの、中国のハニートラップですね、コードさんの話は誠にね、身につまされる話で、必ずコード、今太郎のお父さん、かつて、日中国際貿易促進会国防総という会の会長でした。これは貿易の促進会という名のもとに、実は河野洋平太郎のお父さんですけども、この洋平のところを通さないと何の中国の貿易もできない。特にメインの当時流行っていた環境とかですね、こういった問題で中国と一緒にビジネスするためには、その河野洋平を通さないとダメという、日中友好協会とかさまざまな利権の斡旋エージェント機関があるんですけども、その中でも河野一族というのは、今楠田さんが言った通りにですね、そういう利権の温床になっている。今一番有名なのは、覚えておいてください皆さん、お値段以上ニトリという会社。これは本当に中国の日本支社みたいな、こういう会社です。中国もお金を出してやって、中国の中でも商売をさせる。そして日本の中でも北海道の一企業だったところが、急速に日本中に手を広げることができた。
こういうのはそういう形のエージェント企業になってくる。例えば北海道の土地がもう1割ぐらい中国に買われていると言われてます。その中国企業はそのまま行くとなかなか買えない。でも北海道の商工会議所のトップになっているこのニトリの社長、これがみんなに声かけるとニトリさんが言うなら2倍出してくれるなら売りますよと、こういう形で次にいつの間にか中国企業になってる。大阪で橋本徹がやった、皆さん上海電力、今太陽光パネルのことを最初やったのは日本の合同会社です。橋本はそれでインフラも整備してソーラーパネルのメガソーラー始めた。今見てください、大阪メガソーラー事業やってるのは上海電力です。同じケースは自衛隊の基地のある岩国、こういうところでやってます。北海道はもちろんそうです。なんと皆さん、北海道であの釧路湿原、団長鶴で有名な釧路湿原にもすでに20万枚のソーラーパネルが貼られてる。おいおいおい、考えてください。ソーラーパネルって一体稼働率は一般の本州でどのぐらいだろう。3割です。3割。この東京でソーラーパネルやると、あのバカな都知事がですね、新しい新興住宅はみんな屋根にソーラーパネルつけろ、火事になったら大変なことになることはわからないんでしょうか。ちょっと余談ですけど、3割の稼働率の東京でですよ、一般の。北海道はどうですか。白湿原、秋になれば雪が降り始めます。緑も降ります。曇りの日も多い。そこの釧路湿原に事前破壊をして、そして20万枚、冬になれば氷で閉ざされる。全く機能しない。3割どころか1割機能するかどうか。こんな不安定な電気を使おう、次世代エネルギーだから。そして火力発電所も今北海道は満杯になってます。もう目いっぱいで、一番大きなトマト大妻という火力発電所がこの間止まりました。北海道全部が綺麗で、これあれまだ秋だったからよかったけれども、冬だったら、雪が降ってる時だったら1万人以上の死者が出たんじゃないか。今北海道の人たちは石油ストーブやるって言っても、着火のところはみんな電気ですから、高層ビルとか札幌でも死者が出るだろう、高齢者中心に。こういうようなことが今平気で無責任に行われてる。これは中国貿易、皆さんソーラーパネル今ちょっと言ってくれましたけども、この一族とかこういう連中が仕切ってるんですよ今でも。そしてその河野洋平の後を継いだのが二階俊博でした。二階さんボケちゃってもう引退します。で次に今度この間二階さんが何十人の国会議員連れて中国を訪問した。次のエージェントは誰ですか。ついてる森山さん、今何やってますか。石破内閣で幹事長やってます。もうどんだけ中国とペタペタか、どれだけアメリカの言うこともペコペコ聞きますけれども、中国に官房長官まで含めて絡め取られてる。まして総理大臣がハニードロップの噂もある。中国のこういった政権なんですよ皆様。本当は政策やいろんなことを言いたいけども、仏田さんが今ね具体的なことといろいろと言ってくれた。これ本当に大事なんですよ。先ほどね、保険や税金ねいろいろ入れてもう半分ぐらいって言いました、まあ、これ見方によってもう5割超えてるっていうね、やり方もあるぐらい、このぐらい重税化されてるんですよみんな。昔保険時代が五穀五民でお上がとんでもないって言ったけど、それ以上のことを岸田政権もやってきたし、増税メガネというのは嘘じゃなかったんですよ。それでその経済政策を続けるんですよ奴らは。もう皆さんの手で守らなきゃいけないんじゃないかっていうのが我々の今主張です。今ならできるんです。今なら間に合うんです。選挙でやれるんです。皆さんができるんです。皆さんしかできない、このことを、いうことを皆さんに今日訴えております。福田さんどうもありがとうございました。